あと、なんかこの、こもった声っていうか、その、ずっええ。とこう、なんか、コペルトを間違ってたり、はいはいはい。もう、こっちでこう何かしよう、口で何かしようとしてる人が多いかなと僕は思います。その日本の、ああ、コペルトっ皆ていうのは主にパッサージョ付近とかに限らずってことですかね。さん。そうですね。パッサージョ、だからパッサンジョのその認識もちょっと間違ってるというか、その、は奥に行けばいいみたいな感あ。ああ、はじいはいはいのはい。で、パッサージョってその普通の喋ってる声で高い音になるときに声帯がどうしてもこう上に行きたがるのがパッサージョの音なんですよね。だからそのそこを下の音から上の音まで一緒の音にするにはどうしても声帯を意識的に下げないといけないんですよね。で、その音を多分間違ってそのこっちにこうおおってやったりとか勘違いしてる人が多分いると思います。ああ、要するにもう体の方向性をそっちに向けるんじゃなくて、もう声だけをなんか加工しちゃって、なんかごまかすみたいな方向ばっかり教えてるってことですね、要するに感覚としては。そうですね、難しいっていうか、やっぱりその日本で、今その日本で声楽を教えてる人たち、全然歌えてないのに若い子に教えようとする、その、やっぱりその生活ができないから人に教えるとか、っていうその悪循環というか、で、それで間違った知識を持って育っていって、で、大学でもまた間違ったことを教えられてっていうので、そのなんか、どうしても抜けられないんですよね、若い人たち。抜けられないですね。私もちょっとそういうのを見てて、で、やっぱそういうのをなんか止めなきゃいけないなっていうのがあって、もう活動しなきゃいけないなっていうのを思って、私も活動してるんですけど、こういうふうにお話を聞いて、少しでも発信していかなきゃいけないなと思って、やっぱり、まあ今はやっぱね、調べれば海外の情報も得られる時代になってますからね、やっぱり。前みたいに、先生に洗脳されて、そこでなんかもう 言いくるめできないのはお前が悪いって言われても悪いっていう時代じゃなくなってるんで、そこはもう生徒がやっぱ賢くなって、この人おかしいなって思う耳とか感覚とかっていうのをやっぱ養っていくってことも大事かなっていうのは、YouTube のチャンネルでも高橋さんもおっしゃってるところなんですけど、具体的にはやっぱりそれも生徒自身もこの耳とかを鍛えていくっていうことがやっぱすごく重要なのかなって思うんですけど、そこに関してはどう思われますか？でも、現実的な話、やっぱりそう、声楽を始めたての子って、その、ああ、そうですわかんないんですよね。その、ね。わ何かんがないでいい、すね。何が悪い。やっぱりその、それは運だと思うんですよ。その、教師との出会いっていうのは。最初に会う先生がどれだけ、そうですね、親身にその人のことの声を理解してくれるかっていうところですよね、やっぱり。で、その先生がちゃんとその、なんだろう、キャリアを積んで歌ってた人かどうかとか、その、ただ大学卒業して声楽教師になって今教えてますっていう人に習うのか、その世界で歌って世界で活躍してる人に習うのか、それの違いだと思います。その、だから、生徒もそこはちょっとわからないといけないのかなと思います。その、そうですね。どうしてもね、その履歴書っていうと、どうしても日本に行くと海外で歌った履歴だけ作って戻ってきて、なんかよくわかんないことを教えるっていう人がやっぱ多い。まあね、塔とかね、本当にもうお金払ってでも出てる人がいるっていう話は聞きますからね、もう劇場に出て、で、なんかそのキャリアだけ積んで、で、こっちでなんか履歴書に書いてみたいな、まあ、そういう声に騙されちゃいけないなっていうのはあると思うんですけど、そのキャリア自体も、なんだろうな、その、本当にキャリアを積んでるのか、なんだ、その、イタリア歌劇場いっぱいありますから、なんだろう、普通のセリエ A の歌劇場は十何個あるんですけど、それはもう政府がお金払って、そのお金で運営してる、ちゃんと大きな、その、ローマであったり、ミラノであったり、カリアリであったり、シチリアのパレルモであったり、そういう、なんか、あ、パ大きレルなモおめでとうございます。そパのレル歌劇モ、場イニシアで、ータ出られるんですよね、ピラ。おめでとうございます。そういう歌劇場で歌うには、ちゃんとした事務所に所属しないといけないんですよ。まずその事務所に所属してたかしてないかっていうので、わかりますし、で、なんだろう、事務所なしで動いてる人は何かしらその裏のつながりもありますし、なんだろうな、その、日本でいうそのキャリア、
その外国で歌いましたっていうのをちゃんと分かってないというか、日本人の方もちゃんと勉強するべきだと思います、そこは。ああ。スカラ座で歌いました。で、スカラ座のじゃあ本公演で歌ったのか、それとも研修所から研修所の公演で歌ったのかで、レベルは全然違います、それでも。そうですよね。うん。はい。で、よくなんかパルマの歌劇場で歌いましたっていう書く人いるんですけど、それはパルマの、音楽院とパルマの歌劇場はつながってて、学生たちをちょっと本場の歌劇場で歌わそうっていうだけの話です。だからそれは本公演でも何でもないし、ただの、学生のお遊びです、そこは。プロでも。だから、そこら辺の違いとかを、分かってないというか。まあ、要するに言ってしまえば、芸大とかに乗ってて、N 響の定期公演でなんか歌って、それで乗りましたって言ってるのと同じようなレベルだってことですよね。そんなレベルです。それと一緒です、もう本当に。なんか、そこら辺のレベルっていうか、そこら辺の違いをちゃんと、お客さん、まあ、その履歴書社会なので、履歴書社会というか、音楽聞きに行くときに、その、ちゃんとプログラムを読んで、わあ、この人芸大卒だとか、わあ、この人、イタリアの各地歌劇場で、各地で、なんか歌いましたとか、よく言うんですけど、だから、まあ、現在だから、イタリアとか海外で歌劇場で歌ってる、日本人歌手なんて、本当指で数え、まあ、5人もいないので、うん。なので、なんかそこら辺を勘違いしないでいただきたいですね。僕は、そう思います。要するに、そのレベルの違いっていうのを、履歴で、出たっていうだけで、なんかこの人すごいみたいにならないでほしいってことですね。本当にもうその価値が全然違うっていうことですね。はい、声聞けばわかると思うんですけどね、そこのところも。単純に声が違うので、まあ、一発目の声で多分わかると思うんですけど、でも、やっぱりその、心理的にやっぱりプログラム読んで声聞くとやっぱ声変わるじゃないですか。だからそれが問題なんですよね。どこどこのコンクールで1位になりましたとか、別にそんなのどうでもいいんですよ、結局。ですね。で、ちゃんとデビューできて、ちゃんとどっかでこう仕事して、その経験が、今やってるコンサートに生きてるんだったら書いていいですけど、そんな、コンクールで1位になりましたって、だから、いい声ですっては、あんまりそんなのはもう、絶対、なんだろうな。全然、関係ない評価だと僕は思います。そうですね。特に、今ではね、動画とかも平気で演奏の動画とか出ちゃいますからね。コンクールで、はい、ね、撮ったって言っても、もう今だって、どこの有名コンクール、ピアノでもコンクールでも、チャイコスピーでも、ね、ショパンコンクールでも、まあ、取ったからとか、入賞したからって言っても、将来保証される世界じゃなくなってますからね、今やっぱり。もう、逆に YouTube とかで人気が出て、それでね、世界的に活躍しちゃう人とかも出てるんで、そういう意味では、まあ本当にいろんな演奏を聴ける時代になってるんで、やっぱ聴衆も私は本当に勉強しなきゃいけないと思うんですけど、本当にいろんな声を聞いて。聴衆の成長というか、ただ単に芸大卒だからいい声とか、アメリカとかイタリアでいい先生につきました、コンクールで勝ちました、だからいい歌を歌ってるとは限らないので。そうですね。やっぱりその聴衆が認めてくれて、聴衆がわーってなる歌手がいい歌手なので。そうですね。だから、そこら辺をちょっと、日本には頑張っていただきたいです。なんかそこは。そうですね。でまた、レパートリーを教える人と、そのボイストレーナーとして、その声を調整するっていうのが、また意味合いが違うじゃないですか。違います、違います。はい。全然違いますよね。そこのところの区別が、まず日本の音大って全然ないじゃないですか。ないです。ないですよね。で、実際歌ってる時間なんてビビたるもんで、結局体を作るとか、どういうトレーニングをしなきゃいけないとか、まあ、発声練習で例えばね、右も左も分かんない子はどういう練習をしていいのかっていうのも教えてくれないじゃないですか。で結局ね、発声練習なんてウェイトトレーニングなのかランニングなのか、スポーツで言ったらもうこの荷重に負荷をかけるのか喉を鳴らすだけなのかとか、いろんな用途に合わせて存在してると思うんですけど、そういうことに関しても全然教えてくれる人とかがいない。
いないですね。全くいいと思います。うん、そのだから、レパートリー、コレペティの先生でも、その、コレペティでじゃあ、海外での歌劇場で弾いてましたかって聞くと、一人もいないんですよ。うんうん、ただ、その知識が豊富で、ピアノが上手くて、ちょっと歌詞のことが分かれば、もう名コレペティピアニストなんですよね。ああ。だからその、海外で、歌劇場でちゃんと働いてたコレペティの人と、日本でいうその、今、芸大で教えてたり、いろんな音大で教えてるコレペティの人って全然違うんですよね。うん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 。語学も喋れないで、歌劇場でも働いたことない。そういう人が、そのに、若い子に、なんか、間違った知識を教えるっていうのは、僕は、まあ、単純に良くないなと思います。なるほど。はい。残念ながらね、やっぱ向こうからいろんな有名な先生をマスタークラスとかで招聘して、ね、やりますけど、まあ、裏の話を聞くと、やっぱりなんか子供を教えてるみたいっていう感想を随分と持たれるウィリアム・マテウッツィみたいな人とかも、あの人なんか口が悪いっていう噂らしいんですけど、講演した後で大役を通訳と一緒にいたと私の先生とかがなんかまあ相当なんか幼稚園児俺教えらんねえとか言って、お前訳せみたいなこと言われたっつって言ってましたけど、まあ、やっぱり本当にそんぐらいやってることのレベルの差があるっていう、もう本当に子供と大人ぐらいの差がついちゃってるってことなんですよね、やっぱり。そうですよね。まあその教えてる人たちの問題でもあるし、そのマスタークラスに引っ張ってくるその何だろう、海外でも有名じゃない人をマスタークラスで呼んできて、日本だけで有名な人もたくさんいますし、あ、だからやっぱりその何だろうな、人選っていうか、人選が間違ってるっていうのもあるし、本当変な社会ですよね。なんか、いや、本当に最近思うんですけど、なんかもう、変な社会が出来上がりすぎてて。そうですね。うん、風穴が多分プロの歌手では開けられないんですね。やっぱ聴衆が変わっていかないと開かないのかなって私はやっぱ思いますね、そこもう。単純にブーイングもまあ起こんないし。そうなんですよね。だから、まあ日本の文化として、まあそれは別にいいんですけど、その、まあ歌っただけでまあ拍手してもらえるっていうのは全然構わないし、いいんですけど、やっぱりでも、いいものを聞くと自分も幸せになるし、客も幸せになるので、なんかやっぱりどん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 いいものをこう諦めずに探索していくっていうか、それも自分も勉強して、どん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 その一緒にいいものを作り上げていくというか、はい、っていうのが僕は必要だなと思います、日本。まさにおっしゃる通りだと思います、うん、結局日本の評論とかを見てても結局深刻で本当にもう雲泥の差があるのに、一緒にいて日本人の何とかも検討しましたみたいな同列に書くんですよ。もう1から100までレベルがあって、なんかもう1と 2ぐらいまでしかレベルがないんじゃないかなぐらいの評論で書いててなんかもうある程度のレベルはもうあと全部うまいみたいな、うん、なんかもうそういうのがやっぱり僕はやっぱ許せないですね。本当にレベルの高いものに対してね、そういう評価を下せる、素晴らしいもの、素晴らしい、どう素晴らしいっていうのを書ける人がいないし、うん、それを伝えられなければやっぱり聴衆もやっぱりまあね、なんか大きい声が出てたらまあみんな同じみたいな、あ、まあそれはありますね。それは、うん、うん。で、結局その持ち声だけなんですよね。だからテクニック、こう長年やってきて、もう失敗も成功も繰り返した歌と、その自分のそのポテンシャルでずっと上がっていくっていうか、そういう人の違いだと思います。だからその、俺なんかその批評家にいっぱいその悪いことも書かれたり、親しいこともいっぱい書かれたり、そういうのの繰り返しなんですよね。それで自分も成長していくし、だから日本はそれがないので、やっぱりそのちっちゃい時から、大学入った時から高い音出ました。で、大学卒業しても高い音出ます。で、そのまま2機会で歌います。で、っていう感じなんですよね。うん、うん、そうですね。まあ、過保護というか、
で、その一方で結局ね、その組織に入ってないで、勉強してる人は逆に知名度がないっていうので省かれないとか、結構実力社会じゃないですよね、完全にもう。で、歌って結局その、なんだろう、最初ダメな声でも、教える人が良ければトップになれますから、そこが問題なんですよね。その、まあもちろんその持ち声の良さ、悪さはもちろんありますけど、それは人によって声は違うんで、それはどうにもならないんですけど、でも、その、教える人が上手ければ、どん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 伸びていくんですよ、歌って。まあそれも頭の良さでもありますし、まあ頭が悪くて声が悪かったらもう多分、それはみんなこうデビューできる話ではないので、そんな人ではないので、でも、なんだろう、教える人の情熱というか、教える人の情熱であったり、まあ単純にデビューしてたり、海外で歌ってたり、その本場でちゃんと活躍してたりっていう、なんかその経験プラスその情熱で生徒はいくらでも伸びると思うんですよ。ただ日本の場合、そのなんか経験もないじゃないですか。ないです、ね。誰が今、その海外でずっと長年歌ってましたかっていないんですよ、ほとんど。でそんな人が、もう年間何百人と入ってくる音大で歌って教えてるっていうのが、まずそこが問題ですよね。で、宗教のようにそこでもう、なんだろう、抜け出せなくなって、そうですね。なんか、はい、ベルカントがこうで、ドイツ式発声法がこうで、なんとか発声がこうで、みたいな、よくわからない権威づけをして、なんかこう、あれは、ないですよね。正しいものに対して、なんかもう、ドイツもイタリアも関係ないですからね、本当に。はい、体の使い方に関しては。私も本当にいろんな、うまい方に限って、全くそういうことは言わないですね。これが本物のベルカントだなんてことは言わないですね、やっぱり。大体言う人は怪しいですね、私も。ベルカント教えますって言ってる人は、私はもう怪しいな、この人って思って見るようにしてるんですけど。ベルカントっていう言葉も、ただのそのいい歌ですからね。その、なんていうか、いい歌を歌えればいい話で、ベルカント商法っていうのはこっちにはないので。存在しないですよね。だって、ベッリーニとかドニゼッティの歌ってた時と、今でもう、歌唱法っていうのはもうテノールが特に変わってるじゃないですか、全然もう。なんで前まではね、ロッシーニとかの時代は全然もっとファルセットに近い声で出してたっていうのがちゃんと証拠として残ってるわけですし、その全く違う、やっぱ時代に合わせて歌い方って好まれる、まあ聴衆が好むものっていうのか、まあ曲の解釈なのか分からないですけど、まあ、それもあるし、劇場の大きさもあるし、オケの鳴りの大きさでもあるし、そのいろんなやっぱり、でも進化してってるじゃないですか、その。そうですね。交代はしてないんですよね。だから常に進化してってるのに、日本はなぜか、その、交代していくというか。なんなんですかね。いや、そこはよくわからないです、その部分は。そうですね。いいものを目指そうって方向に行かないですよね。なんか結局西洋人との体格がとか骨格がとかいう言い訳を始めて、じゃあそれだったらもう諦めろよって話ですね。もうそういうんだ言っちゃったらもう。いや、そういうなんかそういうことを言うんだったらもう鼻からじゃあ西洋の文化に手出すなっていう話で。そうなんですよね。で西洋の文化、そのクラシック音楽が好きで、もう好きで好きでたまんなくて。でなんとかそう西洋人の肩並べてやりたいって言うんだったら、そんな体格の違いをわざわざ出す必要はない。そこはないですよね。その関係ないですから、そこまで、体格も違いなんて、自分の特性をちゃんと理解して、そう自分なりの発声をちゃんとして歌えば、もう聴衆だっていい声って言ってくれますから、そんなの。例えばその今中国人の天皇、シーっていう、シー人だ。ね。あの人、東方にいたんですよね。そうですね。日本にいたって言ってたんですけど、なんか、でも、彼みたいに、ちゃんとアジア人でも、第一線でやれるし、なんだろうな。そんな人種で、
そんなあの区別はできないですね。まあ、その語学のあれだったりはしますけど、語学の未熟度っていうか、それは関係しますけど、うん、そうですね。でも、それはもう何とでもカバーできますんで、それは。うんうんうん、なんかそういう体格の問題出す人は怪しいです、ね。